こんにちは、あきらです。成功法則や自己啓発の世界ではよくお金のことが語られます。お金ですね、はい。成功法則とかね、成功哲学というのは経済的に成功、あなたを成功に導くための講話でありますので、お金のことが話されて当然ではあります。よく一般の人がですね、お金に対するイメージどうですかっていうふうに聞かれてですね、あまりいいように思っていない、お金は悪いものだとかね、人格を、怪我してしまうものね、あるいは、そうですね、欲深くさせてしまうようなものっていうふうにね、ネガティブなイメージを持っている、そういう方にですね、お金はそうではないですよと、いいものですと、ね、お金に対するネガティブなイメージをやめましょう。あるいは、お金より大切なものがあるという考え方はやめましょう。というように、お金に対するブロックというものを取り外すという、ワークを、させられると変ですね。あなたに、するようにという、そういう指導が行われます。はい。成功法則の、セミナーとか本とか、そういったものの中でですね、講師の人はお金のブロックを解除するワークというのを教えてくれます。はい。それによってですね、お金に対するイメージというものがですね、ネガティブなものからポジティブなもの、良いものへと変わり、お金に好かれてお金がどんどん入ってくるというようなことがですね、教えられています。確かに経済的成功を目指す方はですね、お金に対するイメージというものが悪いということであればですね、なかなか成功は達成されない。逆にお金に対するイメージが良い、お金は良いものであるというふうにね、思っていると経済的成功を成しやすいというのはまたしく理にかなったことであるというふうに私も思っています。ただここでよく言われている成功哲学のですね、成功法則の講師の方がよく言う、お金より大切なものがあるという考え方は、捨ててくださいという教え、これを真に受けてはいけないというふうに私は思っています。お金より大切なものがあるというような考えをお持ちの方は成功できませんよということがよく語られていますが、本当にそうでしょうか。はい。私はお金は便利なものではありますが、そして、あなたの夢を、実現する手助けをしてくれる、素晴らしいものであるというふうに思ってはいますが、それよりも大切なものが存在しないとは全く思っていません。それより大切なものは存在するというふうに思っています。はい。何がお金より大切なんでしょうかね。もちろん成功法則とかね、成功哲学っていうのは、経済的成功を目指す方が勉強するもの、すなわち、ビジネスで、成功、できたらいいなっていうふうに、皆さん思っていらっしゃると思いますが、ビジネスとかね、人間関係においてはですね、お金と、相反するですね、お金と対決する、何かっていうものがね、必ず出てくる、必ずっていうか出てくることがあるんですよね。それは何かっていうのを今から説明いたしますね。はい。我々、人間がですね、生きていく上で大切にしたいもの、ね、よく儒教の世界、儒教の、教えの中でですね、五条とかね、五徳と言われているものがあります。五つの常、あるいは五つの徳っていうふうにね、言われているものです。それが何かというと、仁義礼智信と言われている五つのものです。こちらに書いておりますけれども、こちらですね、仁義礼智信ですね。はい。
こちら仁徳の仁、義理の義、礼儀の礼、ちょっと字は違いますが知識の知ですね、知略の知ですね、信頼の信です。こちらの方から説明していきますと、信とはですね、約束を守ること、信頼ですよね。知というのはですね、正しいことを心得ていることですね、はい、正しいことを心得ていることです。礼というのは礼儀の礼、マナーですね。義というのは、正しいことを実際に行動に移すということですね、はい。道理にかなった行動をするということですね。仁というのは思いやりのことです。思いやりの心、そこからですね、相手に、言葉を送る、行動をとる、助ける、そういうことですね、はい。約束を守り、道理を心得、礼儀、マナーをきちんとし、道理にかなった行動をとり、人を思いやって、助ける、慈しむということですよね、はい。これらがですね、ビジネスとか人間関係においてですね、お金と対立してしまうということがあるかと思います、はい。ビジネスですね、紛争になる、相手先と紛争になると、ちょっとこちらが悪いね、こちらが悪い、だけれども非を認めると多額のお金を支払わなくてはいけないとかね、あるいは、商売が成立してですね、お金を儲けたとね、お金を儲けた、だけれども、不正が発覚したと、欠陥が発覚したとか、その時にどう対応するかと。一回限りの商売の相手で二度と今後関わることがないから、もうこのまま、代金もらって、相手にしないでおこうかとかね、まあ、そういったお金とですね、こういった仁義礼智信というものが対立してしまうということがね、個人的な人間関係においても発生する、ね、ご近所関係とかね、そういった場で発生することもある、はい。友人同士で、物の貸し借りをしてですね、何か壊してしまったと、借りた方が壊してしまったと、ね、そのままにしておいてもわからないだろうとかね、いろいろお金を優先するとね、いろんな、仁義礼智信にね反するようなことが出てしまう。はっきり言うと、ずるく、なんて言うんでしょう、神経が太い人、ずる賢い人だったら、お金を優先して、ね、もうどうせあんまり関わることが少ない相手っていうのはね、もう仁とか義とか礼とか智とか信とか、2の次3の次でいいやっていうふうにして、目先のお金を優先するっていう人が実際には多いかと思います。それによって、まあ、それらの積み重ねによって財を成すっていう人もたくさんいるかと思いますね。ずる賢いとかね、ずうずうしいとか、ずぶといとかね、そういった人が、まあ、社長になってね、成功しているっていうことも実際には多いと思います。そして、真面目にね、仁義礼智信に富んだ、人っていうのがバカを見てるってこともあるかと思います。だけれどもどちらが大事かね、選択、まあ、お金も大事ですが、それよりも大事なことっていうのはやっぱり人間としてあるのではないかっていうふうに私は思っています、はい。まああんまりずるいことをしてね、その積み重ねで財を成して経済的に成功してもね、あまり幸せではないっていうふうに私は思うんですね、はい。
自分がですね、どこに出ても恥ずかしくない、胸を張ってね、立派な生き方をしているっていう自信があってですね、そして自分のやっていることが世のため人のためになってるっていう時にですね、自分は幸せを感じるのではないかっていうふうに思っています。はい、よく成功、ね、成功したいっていうふうに言いますけれども、成功とはですね、こんな字を書きますよね。もちろん、経済的に成功したら、まあ、それは言うことないんですけれども、こういった仁義礼智信に反するようなことをしてですね、富を成してもあまり幸せではないというふうに思っています。そして、自分がね、その生涯を終えるとき本当に満足してね、あちらに旅立てるかって言ったらそうではないのではないかというふうにね思います。経済的に成功するその前にですね、幸せになる成功をまず、手に入れてみてはどうでしょうか。先ほど申し上げました通り、どこに行っても誰に対しても、何ら恥ずべきことのない胸を張って、この仁義礼智信に、溢れた、行動や、言動、立ち振る舞いをしているということでですね、自分が、感謝され、そして自分の境遇に感謝しているというね、心の状態、それがあなたを成功、ね、に導く、すなわち幸せになるという、方向にね、持っていってくれる、このように思っています。はい、その後にね、経済的成功がついてくればいいな、一番いいなと、このように思っています。はい、今日もですね、ご覧いただきまして誠にありがとうございました。はい。